王将妃は中華人民共和国公南省出身の画家。3歳で絵を描き始める。独特の画風から東洋のピカソと呼ばれ、世界中で数十回の古典を開く。墨絵と中国画芸術を融合して、世界現代中小芸術の最高峰へ発展する数少ない画家の一人である。85億円の高い太陽は、 水墨画の単一作品において評価収蔵価格が世界記録を更新。絵画のサインには2種類あり、高価格で落札価格が多く超えするような対策にワイルドムーンというサインが付けられ、中国や韓国内などのオークション相場では基本的には億単位の価格が付けられる。それ以外もシャオ・フェイワンというサインがある。世界芸術家時点。 2019年9月10日へずら覧。洋画、版画家。w w w a r t a n u e l j p 2019年9月10日へずら覧。神戸北野美術館、巨匠を消費作品特別展神戸市中央区。キスプレスキス FM 神戸が発信する地域情報サイト。2019年9月10日へずら覧。神戸で、個展、 中国の被災地支援へ、画家、王将比さん、人民も日文版 -2005.0825、j.people.com 200、cn2019 年9月10日閲覧、卒業生社長就任ニュース卒業生社長、就任ニュース2010年 -kobe-u.com、www.kobe-u.com、 2019年9月10日閲覧。王将ひしまた、中国で最高栄誉賞受賞。c o o g 1 2百七7 0 0のブログ。2019年9月10日閲覧。ありがとうございます。